はい、今日なんと和夫さんのお隣に、はい、はい、皆さんたちが来ていますよ。自己紹介お願いしましょう。はい、おはようございます。おはようございます。ソベから来ました、ソベ SC というサッカーチームで、はいはい、ヘッドコーチをやってる松田瑠衣と申します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、続いてどうぞ。フルゲン小学校5年生の松田かなたです。はい、松田くんよろしくお願いします。はい、どうぞ。届くかな。はい、フルゲン小学校の3年生の小星川蓮です。はい、よろしくお願いいたします。フルゲン小学校2年生の松田渚です。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は何がきっかけで、はい、今日は番組にご出演いただいているんでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと私から少しお話しすると、はい、サガン鳥栖、まあ、読谷村にキャンプして12年目ですか。そうですね、もう13年ぐらいになるんですが、はい、そのサガン鳥栖との交流いろいろあるんですが、なんと今回ソベ SC の皆さんが鳥栖、はい、まで行って、まあ、佐賀県まで行って、はい、交流をしてくるということでお招きいたしました。今回、私たちははい、サガン鳥栖というチームが毎回キャンプに来てもらっているもので、そこでスタッフ、はい、選手と、ファンサポーターとつながって、11月にサガン鳥栖の、ホーム戦の時に、はいはい、ホーム戦の時に11月いつでしたっけ。11月3日の3日、はい、ホーム戦の時に、子供たちを連れてサッカー観戦をすることになりました。はい、そこで、はい、練習試合やったり練習試合をやったり、はい、エーサーを披露することになりました。おお、すごいですね。これは鳥栖のホームゲームのこの広場で、はいはい、もう何万人か集まってるこのスタジアムの近くの広場でエーサーを披露すると、はい、ちなみに何名ぐらい行かれます、今回。はい、今回選手は10名行って、はい、保護者は6名で参加することになりました。じゃあ今日はその中の10名参加する皆さんたちの、今回6名の皆さんたちが来てくれてるわけですね。はい、フルゲン小学校5年生の松田くん。はい、どう、今ラジオ初めて。初めてです。はい、じゃあ鳥栖は行ったことある、佐賀県。うん、なんか鳥栖の印象とかどんな印象。負けててでも、あ、マイクにもうちょっと近づこうか。はい、負けててでも諦めないチーム、うん、すごい、最後まで走るチーム、うん、じゃあ3年生の、はい、小橋川くん、はい、どう？サッカーし始めて何年ぐらいですか？1年半ぐらい。1年半ぐらい、はあ、すごいね。ということ今3年生、はい、ということは1年生の途中ぐらいからかな。何がきっかけ？幼稚園生の頃、うん、サッカーをしてて、うん、プロ選手になりたいから。おお、すごい。サッカーをやってた。はい、2年生の松田くん。はい、はい、いつぐらいからサッカーしてるの？保育園生ぐらいの時から。保育園、保育園ってまだかけっこもなかなかできないよね。そんな中でサッカーし始めた。リフティングとかもビシバシ。いや、何回ぐらい？100回。それぐらいはいかない。何がきっかけで松田くんはやってるの？保育園から、うん、お兄ちゃんがやってたからです。 お兄ちゃん、もしかしてこの中にお兄ちゃんいる？うん、あ、お兄ちゃんで、お父さんはどこ？あらファミリーお父さん、じゃあちょっと松田コーチ、はい、まあそんな姿をね、子供たちに見せて憧れられてると思うんですけど、なんか日々気をつけてることとか、子供たちに、まあ、一番気をつけてることは、はい、楽しむことですね。楽しく、まあ、サッカーをずっと、うん、今和夫さんも今、はいはい、50代までやってるんですけど、うん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 、それぐらい、もう生涯スポーツとしてやってもらったな、いいなと思いながら指導してます、うん、すごいですね。SC は今現在何名ぐらい在籍しています？うんうんうん、今は30名弱在籍しています。下は何年生ぐらい？幼稚園とか。はい、下は5歳の子もいます。3歳もいますね。3歳、おー、すごいですね。後半のゲストさんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。元気ですね、はい、元気ですね。じゃあ自己紹介をお願いいたしましょう。フルゲン小学校の4年生の小橋川月香です。はい、よろしくお願いします。はい、5年3組の日賀すばるです。はい、よろしくお願いします。
5年生の小橋川俊介です。はい、はい、よろしくお願いします。皆さんじゃあ一言だけ。そうですね、うん、はい、お願いしましょう。何か、はい、こっちでも、はい、じゃあ鳥栖の皆さん、読谷村から応援に行きますのでよろしくお願いします。そして、はい、ラジオを聴きの皆さん、ソベ SC 大活躍してきますので、うん、ぜひね、道端であったり練習風景を見たら一言声をかけてね、ラジオ聞いたよとか、うん、応援してるよとか言ってもらえるとまたまた頑張れると思います。はい、ぜひね、未来の宝です、うんうん、そうです、本当そうです、読谷村の宝です、はい、みんなで応援していきたいと思います。はい、ありがとうございました。